俳優の沢村一樹さん。ハンサムで面白くて、いろんな役がこなせて、50代になっても人気が衰えませんよね。例の独特なキャラでも有名ですが、一体どういう人なのか気になったので調べてみることに。沢村一樹さん、本名は野村幸三さんとおっしゃり、1967年生まれの53歳、鹿児島県のご出身で、父と母、4つ下の妹の4人家族でした。幼少期は決して裕福ではなく、家族4人が6畳と4畳半の2間、風呂なしの古いアパートに住んでいて、沢村さんは内向的な性格で、一人遊びすることが多かったのだとか。父親は、沢村さんが19歳の時に、他界されたそうですが、実はこの父親のやったことのおかげで、後に大変な苦労を強いられたのだそうです。というのも、沢村さんが12歳の時に、父親が蒸発し、その後、離婚。父親が知人の借金の保証人となって作った、2000万円以上もの多額の借金返済のために、昼は化粧品販売、夜はスナックの仕事を、掛け持ちして働く母親に、沢村兄弟は育てられたのだとか。恵まれない幼少期でしたが、母親は仕事で常に不在でしたから、それでも風呂なしの安アパートで、兄弟2人で身を寄せ合いながら、細々と生きてきたのだとか。妹さんは当時のことを、兄がいつもそばにいてくれたので、心細い思いをしなかった、と振り返っていますから、父であり母でもあった。優しいお兄さんだったんですね。そんな壮絶な生い立ちだった沢村一樹さん。なぜ芸能界を目指すようになったかは、当然の成り行きとでも言うのか、少しでも家計を楽にするために、小学校の時に母親から、芸能界を目指すように言われたからだそう。ですから高校卒業後は、進学せずにアルバイトをして、家計を助けていましたが、二十歳の時、わずか19万円を握りしめ上京。俳優を目指しながら、スタイルの良さを生かし、ファッションモデルとして活動。25歳の時、雑誌メンズクラブの専属モデルで注目を集め、1996年にドラマ「松田」のドラマで俳優デビューしたものの、この頃の収入はまだ、モデル時代の5分の1ほどだったのだとか。その後、出演作にも恵まれ、2時間サスペンス、浅見光彦シリーズや、ドラマ、ショムニなどの人気番組に、引っ張りだこになっていきます。遅咲きだったとはいえ、2018年2時間ドラマ、絶対零度未然犯罪潜入捜査では、あの田村正和さん以来の、50代で主演をされたほどですから、その人気に陰りは見えません。しかし、沢村一樹さんといえば、あの裏の顔が有名ですね。人呼んでエロ男爵。あの外見からは想像もできませんが、どうしてこう呼ばれ出したのかといえば、40歳を前に俳優として2枚目役ばかりのオファーをされる状況に危機感を感じて、2006年 NHK のコント番組サラリーマンネオに出演して、強烈なインパクトのセクシー部長役で下ネタをバリバリ初披露したところ、それが逆にとんでもない反響を呼んで、エロ男爵の異名を取るようにまでなったそうです。同じようにイメージギャップで再ブレイクしたモデル出身の俳優さんには、メンズノンの出身の阿部寛さんもいますが、ここまでやれる俳優さんは少ないですよね。そんな沢村一樹さん、2000年にご結婚されているようですが、その奥さんがすごい人だったといいます。どういう方かというと、お名前は米西操さん。とても珍しいお名前ですが、年齢は5歳年下だそうです。ファッション誌、ストーリーの元人気モデルで、身長177センチの長身で、スタイル抜群の綺麗な女性。二人の馴れ初めは、
とあるボーリング大会だったそうです。プロ裸足の沢村さんに最後までついてきたのが奥さんだったのだとか、それだけでも気になっていたのですが、その時の奥さんの服装がモデルにもかかわらずスニーカーにジーンズ、ポロシャツというラフな服装だったことで、その美人なのに飾らないところに一目惚れしたのだとか、ある番組で沢村さんが好みの女性のタイプを聞かれて、黒髪ストレート、分厚い唇、メガネ、声が低い、タイミングが絶妙と言ってましたが、そのすべての条件をクリアしていたのが奥さんだったそうですから、これはもう運命的としか言えませんね。しかも実家が半端なかったのです。与西美沙夫さん、実は社長令嬢だったのです。ご実家は富山県で、昭和22年創業の株式会社与西商会という会社を経営され、タイヤやカーナビをはじめとした自動車関連商品の販売取り付けを行うミスタータイヤマンという店舗を運営、富山県内に店舗を2つ構え、地域密着型の会社のようです。おそらく経済的には裕福だったはず。名実ともに沢村さんにとって文句のつけようがない相手だったことでしょう。現在お二人の間には3人の息子さんがいて、長男野村大輝さんは2019年の第34回新メンズノンノモデルオーディションで2300通もの応募の中からグランプリを獲得。くしくも両親と同じようにファッションモデルの道を進むことに。ですからてっきり沢村さんは良き家庭を築かれてるのかと思っていたら、2013年あの文春報でなんと沢村一樹さんの浮気が報道されて、離婚が噂される事態になりました。お相手は沢村家の近所のエリアに住む当時27歳独身のオイルさんだったそう。かなり親密だったとも言われ、さすがに近所はえげつないですね。沢村一樹さんですが、沢村さんは奥さんをそんなことで離婚するような嫁ではないと豪語していて、インタビューでは持ち前のエロ男爵対応で、やりたいけどやってないとその場は切り抜けたものの、現在はどうなのでしょうか。俳優デビューしたばかりの頃は奥さんに食べさせてもらってた沢村一樹さん、初心を忘れずに家族を大事にされてください。これからも応援しています。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は沢村一樹さん、とても好きな俳優さんの一人です。ちょっと危ない感じがたまらない味がありますね。芸の肥やしとはいえ、火遊びには十分お気をつけください。それではまた次回お会いしましょう。